NHK 大河ドラマ光る君へ第48回12月1日放送、あらすじネタバレ解説。2020年、道長と片子を乗せた孫に向かう船が博多港を出港します。船の中で道長は片子に真宙との出会いや片子が生まれた時の話を聞かせ、自分が本当の父親だと話します。すると片子は少し驚いた顔をしますが、道長にそのことは母から聞かされていたと話します。そして母から、もし自分が亡くなったら、この手紙を道長様に渡してほしいと言われたと言い、道長にその手紙を渡します。手紙には、見覚えのある、真宙の文字で、光る君へ、という書き出しで、道長に宛てた手紙がしたためられていました。光る君へ。春の風に誘われて、散っていく桜の花のように、私の命もいつ尽きるとも知れないという儚さを感じています。しかし、たとえこの世を去ったとしても、私の心は永遠に道長様と共にあり続けることでしょう。初めて道長様を拝見したあの日から、私の世界は色鮮やかな光のように、キラキラと輝き始めました。それはまるで闇夜を照らす月の光のように私の心に降り注ぎ、生きる希望を与えてくださいました。道長様の温かい眼差しに触れるだけで私の心は癒されて心地よさを感じます。たとえ言葉は交わさなくても、心の中でいつもあなたは輝いていました。道長様の笑顔は太陽のように眩しく、私の心を温めてくれます。その笑顔を見るだけで、どんな苦難も乗り越えられ力が湧いてきました。いつかあなたがこの手紙を読む時が来ると思うと涙が溢れて止まりません。もしこの世を去る日が訪れたとしても、この思いは決して消えることはありません。サブロー、またいつかどこかで巡り会えることを願っています。愛する光る君へ、真宙より。2028年12月4日、藤原道長は62歳でこの世を去ります。道長が33歳から56歳にかけて書いた日記、御堂関白記は、北条寺摂政記と呼ばれ、自筆本14巻、書写本12巻が京都の陽明文庫に保存されています。そして、2024年、京都では、第1話、運命の再会。出版社、平安堂の編集部では、活気に満ちたオフィスの中で、新人作家の発掘担当の藤代道長は、新人編集者の仕事に追われていました。道長は小声で、こんな大量の作品から、一つを選ぶなんて。と言うと、大きく、ため息をつきます。そこに、アシスタントの清原ういこが新しい書類を持って入ってくると、藤代さん、新人賞の選考結果が出ましたよ、と道長に書類を渡します。そして書類を受け取って目を通した道長は、まさか。アシスタントのういこは少し興奮気味に、藤代さん、すごい作品がたくさんありますよ。特にこの枕物語という作品は異彩を放っています。道長はその書類を手にすると、枕の物語、なんだこの不思議な感覚は、と言うと、アシスタントのういかは、この物語は平安時代を舞台にした物語で、
主人公の女性が様々な男性との恋愛を経験していく内容で、文章も美しく、ストーリーも非常に興味深いんですよ、と熱く語り始めました。すると道長は、枕の物語を書いた藤島真宏さんってどんな人なんだろう。枕の物語を書いた藤島真宏と、それに出会った藤代道長の二つの魂が千年の時を超えて再会を果たす物語。運命の糸が静かに紡ぎ始められる。真宏、お前なのか。枕の物語。千年の時を超えて再び出会う物語。この続きは次回動画でご覧ください。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回動画もどうぞお楽しみに。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。